どうもこんにちは、コンスピタスガです。告知宣伝です。1月の年明け一発目で、東京のビッグサイトでやっておりました資産運用エクスポ3日間ありましたけれども、ここにも出展をさせていただいたんですが、コンスピリートがトレーラーハウスを始めましたと、各 SNS とか、でも告知はしておりますけれども、はい、もう結構昨年はもう結構夏ぐらいから動いていて、個別のお客様方には、ここにご案内はさせていただいていたんですけれども、大体的に、年明けからスタートしましたという形になっております。本業不動産屋辞めたわけではないんですけれども、要はトレーラーハウスって皆さんご存知ですかね。結構最近芸能人の方々も割とこうテレビとかでもお話をしてくださる機会が増えていると思うんですが、自走はしないんですけれどもね、完全に家は、上物は家ですね、木造の住宅というような形で、そこに車輪がついていると。自走はしないので、牽引をして引っ張って移動できるというものでございます。で、去年、うちの代表の村上が話を持ってきて、入りとしてはあれですかね、うちのオーナーさん、クライアントさん、節税対策ということで、海外不動産の加速減価償却を使って、節税対策とかを取っておられた方々、これが一応個人では、ダメというふうになりまして。で、節税対策とかっていうことで、なんかないかね、みたいな話のところの延長線上から、このトレーラーハウスの話が浮上してきてという形です。で、しばらくはうちとしては、買っていただいて、どこに置いていただいても結構ですけれども、一応、本業、用地を探したりとかっていうところも本業でございますので、風光明媚なリゾート地であるとか、キャンプ場であるとか、海沿いであるとかというところで用地を探してきて、ご購入いただいた後、そこに置いて、しばらくは簡易縮小みたいな形で、宿として運営していくというようなところで、今、考えて動いているところでございます。ありがたいことに、売上は、全然、話もらずに、順調に、皆さんにお買い上げをいただいている感じではございます。はい。元が管理会社でございますし、はい。住宅宿泊管理業者ですかね、というところの、許可ももともと持っておりますので、要は民泊とかっていうところを、管理会社として運営していくというところの許可ももともと持っておりますので、はい。自社にあるノウハウとかリソースとかっていうところを、そのまま転用ができる箇所が多いというところで、今後またトレーラーハウスの運用をやっていくという形になっております。あまりこうね、今回の短い動画ではなかなか全部は話しきれないんですけれども、メリット大きいと思います。節税対策というところは先ほど申し上げた通りですけれども、それ以外にも割とその不動産と車の間を行っているという扱い自体がそのものがストロングポイントだったりとかしますので、今後、いろいろまだまだね、制度的なものだったりとか、ご購入に際しての、ハードルだったりとかっていうところが少しずつ整ってくれば、裾野は広がるのかな、なんてことを、うちの会社自身も考えているところでございます。エキスポでも大変たくさんの方々にご来場いただいて、本当にたくさんの方にお話を聞いていただきました。ありがとうございました。で、得体が知れないところもね、当然まだまだあると思いますので、まずはどんなもんかっていうところとかも、聞いていただけるだけで十分でございます。在庫がたくさんあって、どんどん売るぜ、みたいなモードでは全くございませんで、もともとうちの会社がそういうモードではないですけども、完全受注生産、新車の場合はですね、になりますので、どんどん買ってもらおうということで、どんどんプッシュしていくという感じではないかなと思っております。はい。まずはどんなもんかちょっと、よくわかんないから聞いてみたいんだよねぐらいのお問い合わせ結構でございますので、お問い合わせ先だったりとか、コメント欄でも結構ですし、概要欄に多分リンク貼ってくれると信じておりますけれども、はい。トレーラーハウスに関するリンクなんかっていうところも概要欄に貼るようには、しておきますので、ぜひご興味ある方はお話を聞きに、来ていただければなと思っておる次第でございます。
一応の、自分の主観だけお話しときますと、一番最初に今長野のね、カンバーランドというメーカーさんと、タッグを組んでやらせていただいているんですけれども、メインは。まあ、初めてそこの、ファクトリーというか、長野見に行ったときは、もう完全に中入って家じゃんって感じですね。はい。本当に車だとは思わないぐらい、中入ったら普通に家です。リビングダイニングがあって、キッチンがあって、バストイレがあって、まあ、ロフトもついてたりとか、寝室があって、ベッドが入っていて、という感じなので、もう完全に家じゃんという感じですね。感覚としてはね。ですけども、まあ、扱いは車と。ね。ここら辺が、まあ、この商品のストロングポイントかなと思っておりますので、ぜひご興味ある方は、お問い合わせいただければなと思っております。ということで、今回は珍しく、大々的に告知のみということで終わらせていただければと思っております。それでは、コンスピート長谷川でした。また次回お会いしましょう。